はい。ゆっくりやったらこういう感じで正座で反対からも、こう反対で、こう手首は反対からですね。ちょっと相手をちょっと前に誘うかな、誘って肘が下にいかない、水平こっち、ちょっと前に誘う、そして円を描いて肘が下で、この股の間を蹴る、親指の間を蹴る、肘が、あのね、テクテク回してもこうかかんないですからね、最後肘が入ると肘が下。これもいきなりこう投げ立っていかない。ここでこういう動きです。その場で返せば前にこうはいかないです。こう支点にして、はい。